質問私もマスクを外したいのですがユミコさんのような変人にならないとマスクを外せないのでしょうかこんにちは群馬のユミコです今日は2022年2月16日です水曜日前回の動画で私がお医者さんでマスク しないって言ったらあの外のプレハブのですね発熱外来に入れられてしまったっていう話をしたんですけれどもこの話を聞いて「ああ私もマスク外したいんだけどそんな目に遭うんだったらとても外せないわ」ってそう,いう質問あのそういう声が聞こえるよっていうふうにね私のハイヤーセルフから連絡が来まして「ああそれはいけない」 そ,のそういう人たちを励ますために今日は大丈夫ですよっていう話をしたいと思います実際の例を4つ挙げますんであの参考になさってみてください全部ねお医者さんなんですよお医者さんはハードルが高そうな感じがするでしょうそこでも大丈夫だったっていう実際の話が4つです1つ目は歯医者さんこれはいつもクリーニングに行ってる歯医者さんなんですけど 熱だ消化剤じゃない方でっていうんであのやってもらってそれで何事もなく終わって出てきてでもそこの先生はね壁にねオーソモレキュラーっていうあの分子栄養学の,あのお面状がかかってるような先生でこれはあの体の具合の悪いとこは栄養で治しましょうっていう。 新しい考え、新しいっていうか、王道でない考えなんですけど、だからビタミン剤出したりとかね、あとタンパク質をよくとってみたいな、そういうので歯周病とかを治しましょうっていうな、あの、素晴らしい先生なんで、ちょっとね、例外なお医者さんかなっていう感じがします。あと、3つに教わった、のの、3つチャンネルを3つに教わった、 セメントベスト法ドックベスト法っていう新しいあのあんまり極力歯を削らないで虫歯を治療するなんか殺菌作用のあるセメントを詰めるっていうね方法があるって聞いたんですよご機嫌用3つですっていうあの人ねでそれがあの自費診療なんで、うん、近所でやってるところはないかな自費診療って言ってもなんか3000円ぐらいでできるみたいなんですよ それ,それで銀歯詰めるよりも行く回数が少なくて済むとかねいいことばっかりで探してみたらそのいつも行ってる <laughs> その歯医者さんがそれやってたんですよびっくりしちゃってすごい先生だったっていうことが分かったんですねで私そこね子供の時から言ってるんですよね <laughs> 全然知らなかったちょっと無口な先生なんでねあんまりお話ししたことないんですけど お仲間なんだなっていう感じがして最近はねこう気持ちがつながってる感じがします2軒目はジビカここはね新しいお医者さんで群馬の人じゃないんですねよそから来た先生が開業してここはまたね土足で入るんですよ最近あのスリッパに履き替えると <laughs> そのスリッパで水虫を移し合ってるっていう話が 衛生的でないいいののでででで土足で行きましょううっていうのが最先端みたいですねでも群馬とかだとねちょっとやっぱり泥が上がってきちゃうかもしれないって思うとなかなか先生方も土足に踏み切れないと思うんですがまあこの先生はやってらっしゃいますほんであのそこは受付の人も先生も何にも私がマスクしてないのに気づいてないんじゃないかぐらいな感じでしたね でこの先生が素晴らしいのはね、耳かきは一生しないでくださいっておっしゃったんです。すごいでしょ、うん、私以前にその耳かきはしなくてもいいんだって、なぜならこう耳のなんかウ毛みたいなのがそよそよそよとその耳垢を外に出してくれるんだって聞いたんですよ。で、あので耳かきすると傷がついて、で耳の中の粘膜って薄いから。 あのそこからばい菌入っちゃってよくないからっていうのでしないっていう話なんですけど実際のそのお医者さんから聞いたのは初めてでわこの先生は本気だわって思ってねあの信用してるんですけど3件目は整形外科これをちょっと付き添いでいきましてそしたら受付の方があマスクをっておっしゃるんであのちょっと私持病がありまして。 マスクできないんですって言ったら先生に聞きに行かれてで戻ってきてねその受付の方がそのままで結構ですけど喋らないでくださいって <laughs> おっしゃいまして <laughs> はいわかりました喋 <laughs> んないでいいね <laughs> 静かにしてましたでも診察室入ったら別に普通に喋ってねこうこうこうでやって全然先生も何はもそうですかはいはいはいってそういう先生なんですけど で次に眼科ね、これもちょっとね、人の付き添いで行きまして。そしたらね、そしたらその受付の人が、やっぱ、あ、マスクって、で、こうで、高校で、できませんって言ったら、ちょっとそこの授乳室入っててください <laughs>。赤ちゃんにおっぱいある部屋にね、入れられてね <laughs>。で、まあ,あ、診察はそのまま普通にね、何事もなく、またその先生がね、いい先生で。 あのね年配のね70ぐらいの年なのかな男の先生でねもう優しい感じでねもう私が見てもらいたいぐらいでしたねそういうことでですね先生方は皆さんもう分かってらっしゃるわけですよマスクとか別にどうでもいいっていうことはねでねちょっとねあのこの間ねあのまあ私らとお仲間の先生 とお話ししたらですね私たちマスクしてないと濃厚接触者になっちゃうのよねって今日もあのコロナ患者56人見たけどみたいなそういうことをおっしゃっててあでその先生も普通の不織布の普通の普通の人がやってるマスクですねああいうのしててこれしてないと濃厚接触者になっちゃってもう病院閉めなくちゃいけなくなるのよみたいなその1枚でマスク1枚でね濃厚接触者にならないっていうことなんですって。 こういうのはもしかしたらちょっとわからない。保健所、各県の保健所とかで決めてるのかもしれない。ちょっとその辺の基準わからないんですけど、まあそういう事情で先生方はしなくちゃいけないんだって。だからね、皆さんもね、ちょっとやってみてください。で、あの医者に止められてましてって言うでしょ。で、それはさ、インターネットで探せば、マスクの危険性を言ってるお医者さんがいっぱいいますから、 具体的には高炭酸ガス結晶っていうのになると二酸化炭素が多すぎてそれを悪くすると死ぬんですってだからあとはあのマスクってすぐ汚くなるでしょあれね2時間おきぐらいに交換しないと意味ないんですってだって汚いじゃないマスクの内側のことを考えてみると湿って温かく細菌が繁殖するのに最高の条件っていう感じですよねだから もう私、体弱いんでそ、れそ,れのそのばい菌でやられちゃって肺にカビが生えたりする人もいるんですってよ。だからできないんですって。で、あとはね、なんの病気ですかとか聞いてくるぶしつけた人がね、たまに同意なかとかだといるんですけど <laughs>、そういうのね、あこれは個人情報ですからお答えできませんって。いいんですよ、言わなくて病気、病名とかね。 どこの先生がそんなこと言うんですかなんて言ったら私先生にご迷惑がかかってはいけないのでちょっと申し上げられませんって言わなくていいんですよ。ねだからまあそんな感じで気軽にあのスーパーとかまあちょっとお医者さんお医者さんも別に今ね行かないですよね。まあ歯医者さんなんか行くかねそういうところはちょっとやってみたらどうですかね。まあた 試しこうジャブ打ってっていう感じですよねであんまり言ってくる人だったらまあマスクしすればいいんじゃない適当にねノラクラやってでも病気があるんでって言えばね通りますよ、うん、やってみてくださいんまあボリスもねボサボサの頭であのもうマスクやめとかねあのワクチンパスポートもやめようっていうことを国会で言って そ,うですからそろそろ、まあ、いろんなことが終わりますねコロナもねでボリスがまたね2人いるんだって話ですよねこの左側の可愛い方が本人で右側が偽物なんですって、ね、え白人さんの顔はあまり見分けがつかないねあでもこのねプリティペンスは有名であのトランプ大統領の時の副大統領ですね この左側の苦みばした方が本物のペンスで右側がプリティペンスこれはクローンだと言われていますクローンはやっぱり無垢な感じがしますよね可愛いねでご本人はやっぱりこの悪魔崇拝とかしてるとこういう顔になっちゃうんですね こクローンが成長中の写真をジェームズ・ウッズ俳優のジェームズ・ウッズが載せたっていう <laughs> ツイッターがありましてクローンって成長早いなみたいなことを書いてあるんですけどこれはバイデンさんのクローンでまあバイデンさんといってもこれは代役のバイデンさんですご本人はこのやっぱり男っぽい感じですね悪いことをやるぜっていう感じのこの左側の方ですね右がこの無垢な 俳優さんのバイデンさん。で、この俳優さん、代役の方のクローンを作ってるんですね。面白いですね。で、俳優あの代役の方のゴムマスクをみんな被ってやってるわけですよね。不思議な世界ですよ。です。それでコロナの話ですけど、ちょっとこの間面白い話聞いたんですけどね、あの、お友達の女性が、旦那さんの職場で、 コロナの人が出たんですってそれでまあオミクロン株でしょうね今ですから喉が痛いとかね無症状とかそういう症状のあるオミクロン株ですけどそれでえ職場でね保健所に問い合わせしたんですってこういう場合は職場の人がみんな濃厚接触者になっちゃうんじゃないだろうかっていうんでねどうしたらいいかなっていうんでそしたらねほら会社が動かなくなっちゃうじゃないそれで <laughs> 保健所に電話したら、もうね、保健所がねパンク状態でね、もうみんなオミクロン株にかかっちゃって <laughs>、電話がずっと鳴ってるみたいで、コロナになった人の家族以外は濃厚接触者じゃないですからつって、もうガチャってもと切られちゃったんですって <laughs>。だからね、結局ね、なんかその事業所のえに対応は任せますっていうことらしいんですよ、最近は。 群馬ではねなんかそういういいことみたいで <laughs> でもさ家族よりもさ職場の人の方が長く一緒にいるよねみたいな話 <laughs> であ「残念だね濃厚接触者になって1週間とか休めるんだったらよかったんにねもうさちょっとそういうことはできないかもね」ってこのコロナ騒ぎの最後に <laughs> 1週間のバケーションとかバケーションって1週間じゃないですね1週間のホリデー、えー がもらえるんじゃないかなって二人で話してたんですけど、ちょっと無理そうだねっていうことになりまして、残念なようなあまあ就職就職するのが楽しみなようなという感じです。ですから、もうあのオミクロン株があのどんどん流行ってですね、皆さんやっぱりねうすうすおかしいなっていう感じになってきたんじゃないかなどうでしょうね。 ま、そういうことで。おやすみなさい。